はい、今日で、術後4日目です、まあ、経過非常に、順調です。問題ないです。まだ多少むくんでますけれど、で目の周りも多少むくんでますけど、まあ、経過順調でございます。なので、まあ、出血量も少ないし、まあ、ドレーンに溜まっている血の量も少ないので、今日ドレーンを抜きます。ドレーンはですね、早い人だと手術の翌日とか使うぐらいに抜くんですけど、まあ、この方は出血量多かったので、まあ、4日間入れてますけれど、まあ、本当に念のための4日間って感じで、まあ、翌日とか翌々日に抜くっていうことも多いですね。で、まあ、これ引っ張るだけでこれ抜けます。そんなに抜くときの痛みとかありません。はい、これで抜けました。いいでしょう。じゃああとは綺麗にして、また起き上がった状態で見てもらいます。止めて。はい、ドレーンを抜きました。で、まあ、非常に経過は順調なんですけど、まあ、4日目で、まあ、それなりに腫れてます。で、結構目の周りがですね、こうむくんでる状態ですね。やっぱり額のリフトっていうのは今回ここまで剥離しましたんで、ここからここまで中が傷なんですね。今治ってる段階なんですけど、なのでこんだけ腫れるんですけれど、やっぱり重力でこの下の方までむくみが落ちてきますので、目の周りが腫れます。目の周りって皮膚がすごい薄いところなので、腫れやすいところなんですね。なので額の腫れがですね、やっぱり目の周りに集中するんですけど、この腫れは必ず引きます。非常に経過順調で、血が溜まったりとかですね、感染してるとかそういう状況全くないので、必ず腫れは引きます。で、今日はドレーン抜いたんですけど、あと表面縫ってやるこの糸は術後1週間で抜歯なので、まあ、今日から3日後に抜歯をします。はい、で、まあ、額のこの刻まれてる血は、まあ、だいぶ伸びたんですけど、やっぱり厚い皮膚が折りたたまれている深いシワなので、まあ、完全には消えないです。まあ、これは手術前の、ね、予想通りです。で、眉毛がぐっと下がってて、まぶたの下に下がってたのはぐっと持ち上がって、まあ、目が開きやすくなるでしょうし、まあ、二重の幅も、まあ、そんなにはっきりとですね、二重の幅が出ることじゃないと思うんですけど、もともと奥二重だったんで、まあ、奥二重がもうちょっとはっきりするかなって感じで、目の開きは良くなって目は開きやすくなるし、今後目が開きやすくなった分、無意識に眉毛を上げて額にシワを作るっていうこともだいぶなくなりますので、今後のシワができる予防にもなります。はい、ということです。また抜歯の時に見ていただきます。失礼しますね。あ、こういう感じで、まあ、まだ糸で縫ってありますけど、これは今日から3日後ぐらいに抜歯です。